はい、こんにちは。スナッチチャンネル中の人です。今日は自宅のパソコンからお送りしております。まあ、今画面にも出ている通り、 YouTuber 要注意、 YouTuber 向け詐欺に騙されましたというタイトルで今日はお送りしていきたいなと思います。遡ること2019年の12月頃だったと思います。とあるメールがきっかけで始まったんですが、私の YouTube を見てとあるメールが届きました。内容はスナッチチャンネルさんの動画を見ました。ぜひうちの商品を YouTube で紹介してくださいというような内容だったと思います。で、まあ私も初めてのそういった案内、企業案件というか、をいただいて、ちょっと浮かれてたのか、ちょっと脇が甘かったのか、ついつい騙されてしまったという内容になります。で、まあ比較的事務所に所属されている方であるとか、ガードの固い方ですと、おそらく大丈夫だと思うんですが、まあ私のように脇が甘い、注意散漫になっていると、このように騙されてしまいますので、まあこの動画を見ていただいている方が、今後騙されないようにしていただけたらなと思い、ちょっと動画を作ることにしました。ぜひ動画を見ていただいて騙されないようにしていただきたいなと思います。はい、というわけで主にメールのやり取りになります。まあメールを見ながら順を追ってご紹介していきたいと思いますが、今日1月19日がもう20日になりましたけれども、今日の段階ではまだ解決しておりません。かなりメールのやり取りはしているんですが、一向に向こうからの解決策というか、提案というか、謝罪というかが全くありませんので、まだ紛争中です。で、もう一応期日を切って、何月何日までにということでなければ YouTube で公開しますということにしております。ただ、今日の段階ではまだ話の途中、紛争中ということなので、相手の名前はまあ伏せさせていただきます。モザイクをかけて紹介していこうかなと思います。まあ、主にどのような感じで釣られて、どのような感じで私が釣られていったのかっていうのは、まあメールを見ながら紹介していければわかるかなと思いますので、メールの方を見ていきたいなと思います。よいしょ。はい、です。こちらですね、もう商品見えちゃってると思うんですが、このあたりはモザイクかけさせていただきます。こんにちは。お時間をいただきありがとうございます。私たちは〇〇〇〇のものです。 YouTube で作成した寝袋の動画を見ましたので、私たちの寝袋のビデオを作ってください。以下の製品写真をご覧くださいということで、まあ、製品の写真、ね、会社名、あなたの返信を楽しみにしています、どうもありがとうということで、メールアドレスが載っています。で、調べると確かに存在する会社で、おそらく中国にある会社です。商品に関しては、Amazon などにも出品されている商品です。まあ、実際に調べると出てきてました。はい、で、私の返信ですね、メールありがとうございます。興味あります。お貸し出しいただければ、動画撮影して YouTube アップします。よろしくお願いします。ということで、まあ、私の名前を一応入れて、返信をしております。
その後が問題でして、向こうから来た返信が、ご返事いただきありがとうございます。こちらが商品をお送りいたしますので、お名前、送り先、電話番号を教えてください。ところでビデオ紹介欄に Amazon のリンクとコードを貼っていただけますか。よろしくお願いします。ということで、メールの返信が来ました。で、まあ、しっかりと、ここにモザイクかかっていると思います。会社名と、会社の電話番号なども書いております。まあ、この段階で疑う余地もなく、まあ、しっかりした会社からの提供、企業案件なのかなと思いまして、私としても、商品を借りてレビューするということで、まあ、動画の一本ネタができるので、まあ全然いいかなと思って返信をしました。その後です。相手が言うようにお名前、送り先、電話番号を教えてください。これをもう素直に鵜呑みにしてしまいまして、返しちゃってます。ここモザイクかけますけれども、ご返信ありがとうございます。Amazon のコードリンクを貼り付けることは OK です。で商品の紹介の時期が、まあ、年末年始のキャンプ予定があったので、そこで録画してアップしますということであったりとか、本社からおすすめの内容があれば事前に教えてください。日本は冬になるので、冬用の寝袋を送信してください。送ってください。商品の返却が必要な場合は、御社の住所、電話番号を教えてください。ありがとうございます。ということで、ここに日本語、英語で私、書いちゃってます。住所、個人情報を。この段階では、まあ、商品が送られてきて、レビューをするのだな、と、勝手に思ってましたが、まさかの返信がこの後にあります。はい、まさかの返信がこの後ありましたというのは、見てみます、私の名前ですね。返事をくれて申し訳ございません、Amazon で製品を直接購入してビデオで Amazon のレビューをした後 PayPal で 80% 返済する方式はいかがでしょうかという返事が来ました。これなんですけど、私が Amazon で買ってレビューをしたのを確認した後 PayPal で 80% 返しますという提案でした。メールを遡ってみると、発送先をこちらが商品をお送りいたしますのでお名前、送り先、電話番号を教えてくださいとありますにもかかわらず、Amazon で製品を購入して Amazon でレビューをした後 PayPal で返却する方式と変わっております。ということは、私の個人情報を聞く必要がなかったのではと、逆に言うと、不正な方法で私の個人情報を奪ったという結果になります。そしてまあ、私が購入してレビューした後、PayPal で返済となっておりますが、まあこれも、信憑性ゼロですよね。パースだけ交わして、結局返金されないっていう可能性もありますので、ちょっと話が違うじゃないかと、私は送り返します。こんにちは。私はあなたが商品を送ると言ったので、こちらの個人情報を送った。その後あなたが勝手に方法を変更するということは、私は騙されて個人情報をあなたに渡したことになります。あなたが最初に言った通り、商品を送らないならば、私はあなたが最初にした提案したレビュー動画は作りません。私は騙されたというのをお送りしています。これを送ってから返事がなかったんですね。さらに送ってます。返事がありません。私はあなたが不正に私の個人情報を搾取した件について、あなたが謝罪と賠償がなき場合、
被害届を警察に提出します。また同じような被害者が出ないためにも今回あなたとのやり取りを動画にして YouTube にアップします。2020年1月15日までに御社の正式な回答を求めますと送ってます。これが1月8日かな、うん、12月17日に返信して、で1月明けて私が送ってるのかな。にもかかわらず、次来たのはこれが11月11日。申し訳ありません、私たちはオペレーションスタッフの位置が変わったため彼の仕事を引き継いでいます。要は担当者が変わりましたという言い訳をしています。それに対して、あなたたちの結論は私に謝罪することなく不正に個人情報を得た上で、あなたたちが新しく提案した方法で私があなたたちの製品を買うという方法で決定ということですか。あなたたちの担当者が変わったかどうか私には関係がありません。私は御社と話をしている。明確な回答を求めます。期日は間違いです。まあ1月15日を切ってたので1月13日の返信ですね、に対して返ってきたのが、これもちょっと笑えるんですけど、ごめんなさいごめんなさいと2回続けて、ただこの言葉だけが送られてきます、まあ、とてもあの異様の送り返すメールとは思えない内容ですね、まあ、しっかり自社のバッジは貼ってますけれども、ごめんなさいごめんなさいっていう2行が送られてきました。ちょっとふざけてるなと、あ、これは完全にバカにしてるなっていう、ちょっと怒りがふつふつときまして、返信を見ました。あなたたちの会社はふざけているのですか。そのような不愉快な謝罪は非常に不愉快です。私は警察に行きますというメールを送りました。それに対してすぐ来まして、本当にごめんなさい、心からおいずび申し上げます。読めねえよ。お詫びって書きたかったでしょ、多分ね。心からおいずび申し上げます。ごめんなさい、チャンスをください、チャンスをくださいですよ。私も心が狭いわけではありませんので、チャンスをあげようと、次メールを返してます。はい、私はあなたたちの提案を聞きます。ちょっとこれ間違えまして、これだとあのペイパルで返金の方法の提案を聞きますになっちゃうから、すぐにもう一回メールを送ってます。私は御社の新しい提案を聞くことができます。これが最後のチャンスですと。でそれに対してどうもありがとうございます、の一行で来ました、謝罪はもういいですと。私からですね、御社からの新しい提案を私は待っています、あなたは私の個人情報を不正に取得しました。あなたは私に対して何か新しい提案をして今回の事件を収束するべきだと思います。謝罪だけでは終われませんというのを1月17日に送ってます。金曜日ですね。でそこから返信がなく今日に至るというです。おそらく土曜日、日曜日休みなのか、わかりませんが、今の段階では返信が来ておりませんので、もう堪忍袋の尾が切れたというか、もう一向に拉致が開かないので、もう動画にしてやろうと思って今録画をしております。まあ、ただし、私もね、訴えられても嫌なので、とりあえず名前は伏せておこうかなと。まあ、訴えられる筋合いはないんですけれども、私個人情報を不正に取られてますので。まあ、ただその法律が中国にまで影響があるのかどうかというところは私もわかりません。まあ、とりあえず今回あったことを動画にして、同じようにこういったメールが来ても、簡単に個人情報を教えちゃいけないよっていうのを、まあ、言いたくて動画を作ったということもあります。なのでまあこの動画を見ておられる YouTuber の方で、まあ、企業案件、商品の提供というメールがあっても、まあ、ほいほい個人情報は教えない方がいいですよという動画です。この後まあどうなるのかわかりませんが、まあ私ぐらいの小さなチャンネルにこういった提供があるとついつい喜んでしまいがちですが、
最近は個人情報で勝手に商品が送られてくるであるとか、頼んでもない商品の請求が来るとかということもありますので、非常に個人情報というのは大事です。名前、住所、電話番号があれば、後払いのサービスなんかでも今ね、メルカリのやつで問題になったりしますので、そういったものも登録してしまうこともできますので、企業とはいえども、こういったふざけた会社があるということは周知しておいた方がいいかなと思います。はい、皆さんの役に立ったかどうかは分かりませんが、十分気をつけていただいた方がいいと思います。なかなかやりたての YouTuber であったり、小さなチャンネルの YouTuber ですと事務所に所属するっていうのは難しいんですけれども、なるべく自分の身は自分で守らないといけませんので、個人情報を教えるっていうのは、よほど信頼した相手、実際会った人であるとか、どこが安全でどこが安全じゃないかっていう線引きはそれぞれだと思いますけれども、十分注意していただいた方がいいかなと思います。ましてや個人情報をばらまかれてしまうと、どこの誰がチャンネルを運営しているというのもバレてしまいますので、非常に怖いなと思いました今回。引き続きメールのやり取りはすると思いますが、おそらく二度とここのメーカーの商品は買わないと思いますので、皆さんも十分ご注意ください。それでは、本日は詐欺にあった、騙されたという動画でした。はい、それでは皆様さようなら。